三重東豪徳寺は東京都世田谷区豪徳寺二丁目にある総統州の寺院。元は臨在州。三号は大谷山。一説には招き猫発祥の地とされる。本寺付近は中世の武蔵キラシが館都市、天正十八年の小田原征伐で廃城となった世田谷城の主要部だったとされる。文明十二年、世田谷城主、吉良マ忠がおばで、 ライダカの娘である、ヒロシ特院のために、ヒロシ特院と称するよう結んだ。当初は、臨在州に属していたが、天正十二年に、総当州に転じる。官営十年、彦根藩主、イーナオタカが、イーケの菩提寺として、ガランを創建し整備した。次号は、ナオタカの改名である、旧正院伝号徳典英個人による。平成十八年に、 猫の掘り物が施された民へ島が新たに建立された。いい直おすけぼ仏伝仏伝同様、遠方五年、仏師、正雲岩行の作。正福猫寺招き猫発祥の地とする説がある。いい直おたかが猫により、門外に招き入れられ、内部を避け、お師匠の砲弾を聞くことができたことを大いに喜び、後に、いやごぼ大書としたという。豪徳寺では、正福猫寺と称し、 招き猫観音を祀る、招き猫殿多く。招き猫殿の横には、がんが成就したお礼として、数多くの小福猫児が奉納されている。ちなみに、小福猫児は右手を挙げており、小判などを持たない、素朴な白い招き猫である。ABCDEFGH 新編武蔵風土ド機構、世田谷村。ABCD 江戸名所図招き猫の由来。得する日本語。 日本放送協会2015年1月14日閲覧。江戸歴史散歩愛好会。お江戸の名所の意外な裏事情 PHP 研究所2008年 P86 から 88A ブック。世田谷散歩我が町をゆっくり巡るウォーキングガイド A 出版社2009年 P11 大谷山豪徳寺。ありがとうございます。